エムステ、2時間 SP に初登場するナンバーアンダーライン、アイアンドミー、アイ。と、トニセン、ウエスト、ラ10組のアーティストたち。テレビ朝日系列の番組である、ミュージックステーションが、12日に放送される2時間 SP、午後8時の出演アーティスト10組と、彼らの楽曲を発表しました。これにより、ファンたちはすでに興奮が高まっています。 なぜなら、数々のアーティストが初登場し、新たな魅力を披露するからです。No. Underline I, No. I は、平野章、神宮寺勇太、岸裕太からなるグループで、今回の M ステ出演が初めてのことです。彼らは今回、ゴートという話題のデビュー曲、そしてテレビ初披露となる、富士の2曲を披露します。このパフォーマンスが、 彼らの現在地を象徴するものであることは疑いようがありません。また、トニセン、トゥエンティエスセンチュリーも、旅立ちの鐘を、ウエストは、ハートを披露します。さらに、ミセス、グリーンアップルと日優は、K アリーナ横浜で行われる対番ライブ、テレビ朝日開局65周年記念、ザ・パーフォーマンスの会場から生中継で出演します。 このイベントでは、ミセス・グリーンアップルは、ライラック・日優は、スイートノンフィクションを披露します。また、トゥエンティエス・センチュリーもこの特別なエピソードで、旅立ちの鐘を披露し、ウエストは、ハートという曲を披露します。そして、ミセス・グリーンアップルと日優は、テレビ朝日開局65周年記念、ザ・パーフォーマンスの会場から生中継で出演します。 ミセスはライラックを、日優はスイートノンフィクションを披露します。さらに、オーディション番組プロデュース101ジャパンザガールズから誕生した11人組ガールズグループ m e i m ア i も、デビューを控えた17日にエムステに初登場します。彼らはデビュー曲クリックをパフォーマンスします。さらに、オーディション番組プロデュース101ジャパンザガールズ から誕生した11人組ガールズグループ Me, I, m I も17日のデビューを前に M ステに初登場します。彼らはクリックというデビュー曲を披露する予定です。このような注目すべき出演者たちの登場に加えて他のアーティストたちも素晴らしいパフォーマンスを披露します。彼らの音楽が視聴者にどのような感動をもたらすか。 ファンたちは今から楽しみにしています。さて、この M ステの出演者たちに注目が集まる中、彼らがテレビでのパフォーマンスを通じてどのようなメッセージを伝えるのか、そして彼らの成功の背後にある努力と情熱について考えてみましょう。ナンバーアンダーラインアイの登場について、ファンからの熱い声が上がっています。彼らの初登場に対する期待は高く、 特にゴートとフフジという楽曲のパフォーマンスに対する期待は大きいようです。これらの曲は彼らの音楽の新たな高みを示すものであり、ファンたちは熱心にそのパフォーマンスを待ち望んでいます。私も先日東京ドームでナンバーアンダーライン愛のライブを見た際、彼らの圧倒的なパフォーマンスに感動しました。特にフジの演奏は 彼らの強さと情熱を感じさせるものでした。彼らがテレビで性のパフォーマンスを披露することは、ファンにとって非常に楽しみなことです。そして、彼らの音楽がますます多くの人々に知られることを願っています。また、他のアーティストたちも素晴らしいパフォーマンスを披露することでしょう。彼らの音楽が視聴者に与える感動やインスピレーションは、計り知れません。 これからの放送が待ち遠しいですね。最後に、12日のエムステ2時間 SP がどのような盛り上がりを見せるのか、皆さんも楽しみにしていることでしょう。様々なアーティストが登場し、素晴らしいパフォーマンスを披露することで、視聴者たちは音楽の魅力を再確認することができるでしょう。さて、皆さんは今回のエムステでどのようなパフォーマンスに期待していますか どのアーティストの登場が一番楽しみですかぜひコメントでご意見をお聞かせください。テレビ朝日系列で放送されるミュージックステーションの2時間 SP 午8時が近づいています。この特別なエピソードでは注目のアーティスト10組が舞台に立ち様々な楽曲を披露します。5日 番組の公式サイトで出演者と曲目が発表されました。注目すべき出演者の中には、平野翔、神宮寺勇太、岸裕太からなるナンバーアンダーライン愛も含まれています。彼らはエムステに初登場し、ゴートとフフジという2曲を披露します。これは彼らの音楽活動の到達点を象徴する素晴らしいパフォーマンスになることでしょう。 これらのアーティストたちがエムステンのステージに登場することは彼らのファンにとっても楽しみであり新たな音楽体験を提供してくれることでしょう特に初登場のアーティストたちの熱演に期待が高まりますテレビ局の制作陣も徐々に変化しているようですこれからもより多くの才能あるアーティストたちが機会を得られることを願っています 個人的に東京ドームでのコンサートでナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを鑑賞したことがあります。彼らの演奏は圧倒的で、特に富士の演奏は素晴らしかったです。生のパフォーマンスをテレビで見られるのは楽しみであり、新たなファンにも見てもらいたいですね。これからのエムステ2時間 SP には、どのような驚きや感動が待っているのでしょうか 楽しみにしています。